はい、こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今長野県は東御市に来ております。そこに小玉家という、まあ、古い古民家がありまして、そこで展示会をされているということなので、来てみました。そこで今日、展示されています作家さん、はい、すいません、自己紹介お願いします。はい、はじめまして、中井レイミと申します。よろしくお願いします。中井さん、はい、今この、まあ、2階に来てるんですけども、古民家ちょっとその辺のところをちょっとご紹介いただけますでしょうか。あ、そうですね、東御にあります、小玉邸という国の有形文化財に指定されている、とても貴重なお宅 でございまして、で今ここの展示している場所というのは、産室ですね、蚕だったりっていうのを、まあ、育てたり糸を紡いだりなんだり、そういう、もので使われていた空間を展示の会場として今回使わせていただいております。なるほど、はい、これが展示物ですね。あ、そうですね、中井さんの展示物、ちょっとじゃあ説明していただけますでしょうか。はい、はい、今回の展示なんですが、はい、この小玉邸の産室にあったものっていうものを改めて、再構成する、そういう、ここにあるものを使って作品を、作るっていうものをテーマに、して今回展示をしております。今回その蚕であったり、そういう産室でしたので、何でしょう、こうな、歴史があるお家ということもありまして、なんだか実はそこにこう座敷わらしだったりとか、それこそちょっと小玉であったりとか、なんだかちょっと不思議なこの場所を守ったりとか、一緒に人の歴史と一緒にこう過ごしてきたものがいるんじゃないかなっていうのをちょっとここの場所に来た時に思いまして、そういうものをちょっと自分の作品と小玉邸にあったものっていうものを組み合わせることで、またちょっと感じてもらったりクスッとしてもらったり、そんな感じのことを、ちょっと思いまして展示の方をいたしております。ほとんどはここにもともとあったものを利用したということなんでしょうか。そうですね、例えばこういうものであったり、こういうタンスだったり、はい、この建具だったり家具を、こういうものはもともと産室にあったものですね、はい、奥の倉庫のところに、はい、こう道具としてあったものなんですが、はい、それをこうアーティストの目を通してちょっと新たにここに再構成することで、また新しい意味だったり、ちょっと懐かしさだったり、そういうものをちょっと見ていただく、そういう展示になっております。こちらのものだったりっていうのは、はい、それは何でしょうか。こちらここのお家ができた時に、うん、その新築 の作った記念で、小玉さんがこうノベルティとしてお配りしたものだというふうに聞いておりまして、ってことはそうですね、こういうふうに小玉家の家紋が書いてあったりっていうものなんですが、こういうのを今回展示をするにあたって、いろんな蔵であったりとか倉庫だったりというところをちょっと見せていただいたんですけど、その時にちょっとたまたま見つけたというか、そういうものをちょっと置いてみたりして、なかなかこういうのもなんかご主人こういうものがあったって知らなかったみたいにおっしゃっていたので、展示を通してそういうものを見つけられたのも良かったかなと思ったりして、はい、今回でもちょっとあれですね、私が扱ったものというものはどちらかというとその日常的にその使われていたものですね、はい、これ何ですか。これはこれかよいどっくりで、こちらの方の作品の方が、はいはい、いいかなと思うんですが、それだったりタンスだったり、あとこちらもこれ綿なんですけど、この産室のところから、うん、このいっぱいに入った綿のものが出てきまして、はい、それなんかすごく面白いなと思って、うん、なんだかこうちょっと綿がいっぱい出てくると、なんかこうぬいぐるみの中のちょっとこう綿がいっぱい出てきたなみたいな感じで思ったのが、はい、なんかそこにいる生き物のなんか中身というか、そういうものだけがこう出てきたみたいな、うん、そんなちょっと不思議な気持ちを追いまして、はい、でこちらのこの皮のこの部分ですね、これは私が作った作品なんですが、はいはい、紙ですね、紙をちょっとこう薄い紙を重ね合わせて糊で固めたものを、こう人の手に体に実際にこう貼り付けて型を取ったものですね。実際これ自分人がこう切れるぐらいの本当にちゃんとしたものですね。縫うの大変だったじゃないですか。切るのも大変ですね。大変なんですが、なので何でしょう、こう人の形の下外側ですねみたいなものの作品をもともと私作っていまして、はい、その中に今回そのちょっと中身と思えるようなものが出てきたので、ちょっと面白いなと思って、この作品の中に綿を入れて、もしかしたらこの小玉邸の産室になんかいたかもしれない不思議な生き物だったり、そういうものをちょっとこう再現してみる、作ってみることで、あれもしかしたら本当に小玉にいたかもしれない、でそういう気持ちを持ってちょっと作品を楽しんでいただく、そういうものですね。こちらですね、
これは和紙を、はいはいはい、一枚一枚かさ、ちぎって重ねて、はい、でちょっと厚くしたものなんですが、そちらに麻糸で一針一針縫っていく、そういう、そうなんですよ、手縫いをしております、一針一針。高橋さん、あ、そうです、私が、はい、縫いまして、そういう作品なんですが、はい、私は作家として反復する、繰り返すということをテーマに作品を作っておりまして、はいはい、でこちらもその一針縫うということは、その縫うっていうのは本当にその一つの小さな工房なんですが、それがこう一つ一つ重なって反復することによって、こう一つの力を超えた超越したもの、そういう風になっていく、そういうなんか現象にすごくこう興味がありまして、それを、まあ、作品にしてみたものですね。なので一針一針なんですけど、それがなんかこう組み合わさることで、ちょっと渦のような、水の流れのように、はい、ちょっと感じられる、そういう作品ですね。で、ここに、じゃあどうしてじゃあこだまっていうのをここに置いたのかっていうところなんですけど、はい、こちらの後ろにちょっと目隠しに使ってあるんですが、これはこだま邸に実際にあったもので、はい、何に使われたかっていうのはちょっと分かんないんですけど、なんだかすごくこう厚く、分厚くて、はい、本当になんか何かを包んでたのか下敷きにしてたのか分からないんですけど、すごい頑丈なんですね。字が書いてあります、ね、でもそうなんです、これ実際にこのいろんなその古いなんか和紙ですね、はい、これは和紙だと思うんですけど、それを貼り合わせて厚紙にしたものなんです。なので、はいはい、その元々の紙に書かれてた文字だとかっていうのはそのままここに貼り付けて残っているんですね。こちらの作品もこちらの作品もその紙を貼り合わせたものに、その一筆一筆、一針一針っていうものが組み合わさって、なんだかちょっと他とは違う不思議な面持ちを出している、特別なものになっている、そういうものをちょっとこう共通したものを自分の作品とちょっとつながりを見出しまして、ここにこう展示するという形で見ていただく、そういう意味で、はい、こちらに展示しております。高橋さんがこう芸術の道に入ろうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。はい、そうですね、私のきっかけは、はい、私の祖父ですね、はいはい、おじいちゃん、はい、そうです、おじいちゃんも、はい、画家で絵を描いていまして、なので小さい頃もう物心つく前からずっとそのアトリエで遊んでいたんですね。はい、なのでこう絵を描く、何かを作るっていうものは私にとってすごくこう自然なものだったんです。環境がそうだったんですね。そうですね、はい、なのでその何でしょう延長というか、そのまま今のこの展示もそうですけど、まあ、生きる上での何かその行為、まあ、食べるも寝るのもの中と同じように何かを表現するってことが私にはありまして、そういった意味で、まあ、生きるイコール芸術でいうとちょっと大げさではありますが、そういう意味でいろんな感情であったりっていうものを、まあ、作品にするっていうことをやっておりますね。はい、こちらもそのこだま邸に、はい、あったものを利用したんですけど、はい、これですね、そうですね、通いどっくりで、なんだかこの形っていうものがちょっとこう、はい、細首でちょっと肩が張ってるような人の形にちょっと思えまして、はい、そうですね、はい、でこれが産室に初めて入った時に壁側にずっと並んでいたのを見て、でちょっとこれをこう椅子に座ったような形でちょっと並べてみたら、ちょっと人のこう群像というか、誰か人がこう集まって、はいはいはい、こう何でしょう、シアターというか何かをこう見ているような様子に見えるかなというふうに、今日のねイベントをね、あ、そうです、まさに本当にそうです、この音が聞こえるこの様子をこの産室から見ている、そんな人の痕跡というものを作品を通してちょっとこう作れたとか、何でしょう、こう再現できたらいいなというふうに思って、作るのも作品なんですね。なんです、はい、この配置する、この空間に物を配置する、再配置する、でそれをこう見ていただいて感じていただく、そういうものを空間芸術として作品として見せております。で今これから、まあ、中西さんが目指すところっていうのは何かあるんでしょうか。目指すところは難しいですね。先ほど展示に来てくださった方から言われたことで、あ、そうかもというふうに思ったのは、なんだかこういうふうにたまにその何でしょう、こう何か意味がないようなものであったりとか、場所であったりとかっていうものでも、こうアーティストだったり、新しい、なんかこう何でしょう、ちょっと違った目線、感性というところからそれをこう
用いて何かを作り出したりすることで新たな価値だったり、あ、面白いねって思ってくれて、またそこを通して人が集まったりだとか、新しいものをこうなんか発想してくれる、派遣してくれる、そういうなんかきっかけっていうものを活動を通して作れたらいいなと思いましたし、そういう展示になってるんじゃないかみたいなことをさっき言ってくださった方がいて、すごく、はい、嬉しかったので、引き続きそういうふうに言っていただけるような活動を続けていきたいなというふうに思っております。ぜひ目に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。